この動画のコメント欄のもっと見るをクリックすると URL が出てきます。これをクリックするとホームページが立ち上がります。4面くるくるカードのテンプレートをクリックし開くを押します。 Excel が立ち上がってきますので編集を有効にしてください。このような画面が現れますので印刷をプレビューを見てください。これを印刷して組み立てていきます。実線はカッターで切ってください。点線はカッターの背の部分で折り筋をつけておいてください。このように折って2が半分だけ見えるように折り返します。反対にして同じように折ります。これで2の面が見えました。裏側から引っ張り出すようにして折ります。ちょっと切れていませんでしたね。でも大丈夫、折り筋をきちんとつけているのでこんな風に折ることができます。裏側から引っ張り出すようにして折ると十字型になります。ここに1の面を貼ります。開くと2の面が出てきて、さらに開くと3の面が出てきます。さらに開くと白い面が出てきますので、ここに4の面を貼ります。これで仕組みの出来上がりです。この Excel ファイルにお好きな絵やテキストを貼り付けるとオリジナルの4面くるくるカードを作ることができます。